はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ラッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、僕の体に起こるリアルをお伝えしたくてですね、連日お話ししている動機の話なんですけども、その野菜スムージーをね、主食として飲んでるわけでございますけどもね、実はね、お米を入れてないんですよ。まあ、スムージーだから普通はお米なんて入れるわけないんですけども、根本はね、噛めないことが原因からの流動食なので、本来は何でもかんでもこの食べたいのでね、しっかりとした食事をしたいんですよ、本当はね。で、以前1回だけお米を、普段食べる分量をね、入れたことがあったんですけども、どうもね、野菜やお肉の味がですね、お米にかき消されると言いますか、ほぼほぼお米の味しかしないんですよね、そうなるとね。で、ほんで口触りやね、喉越しがね、重たいんですよ。飲めない、非常に飲めない。飲みやすい野菜スムージーのはずやのに飲めないんですよ。もうほんまとてもじゃないけど飲めなかったので、その日以来ね、お米を摂取ね、してなかったんですよ。なので実質野菜と鶏肉と牛乳の流動食です。芋類も入れてなかったですね。あと果物も動画でやりましたけども、少しの果物だけでもね、野菜の味よりね、果物が勝つんで、これ太るんちゃうかなってこう思って以来ですね、ほんまに野菜、鶏肉、牛乳に進化していきました。だからね、事実上その低糖質ダイエットになってしまってたんですよ。それを続けてての動機やったんで、それも原因の一つかなと思ってて、また自分なりにね、調べたんですよ。そしたらね、こんなことが書いてありました。アメリカ心臓病学会学術集会でね、発表された新たな研究では、極端な炭水化物の制限が不整脈に紐づいていると示唆していると、ね。でね、皆さんからね、寄せられるコメント欄の中にね、不整脈っていうのをもらってたんで、なんで健康的な食事でね、不整脈なんやろうってね、ちょっとね、気になってたんですよ、僕自身もね。そしてね、こんなことも書いてました。この研究結果は、因果関係ではなく関連性を示している。しかし不整脈は脳卒中のリスク増加と結びつけられているため非常に懸念されている。低糖質ダイエットは減量に即効性の効果が期待できる反面、リスクがつきもの。アメリカ心臓病学会学術集会で発表された研究によると、1日の総カロリーのうち炭水化物の摂取量を 45% 未満に抑えている人は、心房細動や不整脈が起こる確率が高くなるという。特に心血管疾患のリスク増加に関して、炭水化物の制限がもたらす長期的な体への影響は未だに多くの議論がなされています。不整脈を引き起こす潜在的な影響を考慮すると、今人気のダイエット法を実践している人は慎重になるべきであることをこの研究は示唆しています。不整脈を発症している人はそうでない人に比べて脳卒中にかかるリスクが5倍に上昇するそう。炭水化物を制限している人は果物や野菜、穀物、全て糖質の摂取量が少ないことから、それらの食材が持つ有能な抗炎症効果が得られないからではないかと研究者たちは推測している。またタンパク質や皮質の摂取量が増えると酸化ストレスの発生につながるとのこと。酸化ストレスはまたしても不整脈に紐づいているよう、この研究著者が言うように、1日の総カロリーのうち 45-52% を炭水化物から摂取するのが理想的。1日の総カロリーが 1500 カロリーであれば、炭水化物の摂取量は 168-195g ほど。ただし毎日の食事に取り入れるべき炭水化物はヘルシーな炭水化物であることが前提条件という記事を読んでね、昨日の動画を撮り終えた後の昨日の晩ご飯からね、ちゃんと鉄分を考えて材料を入れてね、
小松菜は切れてたので入れてませんけども、春菊もなかったので入れてません。アサリもね、50g から 25g に減らしました。そして味と食感をね、考えてお米をね、25g 入れてみました。そしたらね、お腹が満たされた後にね、血糖値は上がってたのかね、あくびが何回も出てきて、まあ少し眠たくなってきましたね。まあ、久しぶりの満足感がある食事をね、実感しました。今まで何も考えずにね、食べてきた時のようにね、お米を入れすぎるとですね、また体重が増えてしまうので、それはそれで嫌ですし、もっと嫌なのがその味と食感との残しがね、お米だけになることですね。これね、やっとですよ、やっと美味しく食べれるものをね、探し当てられたのにね。まあといっても味付けをしてないだけなんですけどね、まあ、野菜が美味しいので気分は最高なんですよ今はね。でもその炭水化物をちゃんと取るためにね、もうちょっとお米を足してもいけるかななんてね、思ってます。まあ、枝豆かそら豆でも入れればね、炭水化物も取れるんですけども、その炭水化物はちゃんとね、お米から取らなあかんってね、ちょラジオで言ってたんですよ。なのでね、もうちょっと試行錯誤を繰り返していきます。そしてね、まあ、いけるかどうか分かりませんけども、まあ、今度病院行った時にね、管理栄養士さんにね、話をね、聞いてみたいと思います。まあ、そんな感じでね、自分の体のことについてね、調べたらね、ちょっとね、怖かったんでね、やっぱりね、バランスのいい食事というのをせなあかんなってつくづく思いました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。